ドット抜け、ドット落ちとは、あるマトリックス上の画像表示単位が何らかの不具合によって正常に表示されない、または正常にデータが得られない状態を指す。不良ドット、または画素そのものを指し、このように呼ぶ場合もある。別名としては、ドット抜け、ドット掛け、画素落ち、画素抜け、画素掛けとも言う。ドット落ちは、画素を用いる表示装置や、 撮像装置の機能上の不具合の一種であり、特にドットを単位としている不具合を言う。同じ不具合であっても、線上に不具合が生じるものや、表示内容あるいはデータが一様でないものとは通常、区別している。なお、ここでの表示装置には、液晶ディスプレイ装置や、プラズマディスプレイ装置に見られる、不良画素子を含むものが挙げられる。撮像装置では、デジタルカメラや、 ビデオカメラ等に利用されている受像素子の不良画素子を含むものを指す。これらの装置において画像データは表示単位となるドットの集合によって光学的に表示されたり入力された光学的情報を電気信号に変換して画像データが生成される。この装置において画素に本来の機能を発揮しない画素子が含まれているとその画素では 正常な表示が行われなかったり、正常な画像データが得られず、結果として、本来とは異なった表示やデータが生じ、表示映像やデータに、起点や黒点となる不良が現れたり、本来とは異なる、色の表示やデータとなるエラーが生じる。ドットウォッチでは、このようなエラーが特定のドットに生じる。なお、表示装置におけるドットウォッチは、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイに限られず、 この他にも、道路情報掲示板や、電光掲示板などにおいて、経年変化のために発光しないガスを指して、ドットウォッチと呼ぶ場合もある。製造時における製造装置その他に起因する、異物混入、パネル状のシみ、変色などが、ドットウォッチと誤解されるケースもある。液晶ディスプレイのドットウォッチのイメージ現在、液晶ディスプレイには、テレビ受像機用の低解像度のものから、 コンピュータディスプレイやハイビジョン用の高解像度のものまで各種の用途に様々な解像度のものが用いられている。液晶ディスプレイにおいて最近はその反応速度や見やすさといった利点から白膜トランジスタを各画素に配置して高品質な画像が得られる TFT 液晶ディスプレイが一般的になっている。TFT 液晶ディスプレイは TB 受像機や パーソナルコンピュータなどの製品を製造するメーカーにおいて製品として組み立てられるが、この製品の構成部品の内表示を行う部品は TFT 液晶パネルモジュールと呼ばれ液晶パネルメーカーの工場にて製造される。TFT 液晶パネルモジュールには液晶パネルが含まれている。この液晶パネルは半導体工程によって作成されるアレー基板と 半導体工程に近い印刷工程によって作成されるカラーフィルター基板とが貼り合わせて製造される。これらの基板は非常に正常な環境を保って高度な品質管理のもとに製造されるが確率論的な一定割合で機能不良が生じてしまうことが避けられない。このような不良には配線が断線したりショートして表示画面のライン上の不良になったりするものや 表示村になるものなど多くの種類がある。これらの不良のうち、画素単位で生じる不良であって、本来の点灯状態にならないものが、液晶ディスプレイにおいて、ドット落ちと呼ばれる。ドット落ちの原因には、様々なものがある。アレイ基板の電気的な不良が原因である場合には、常時点灯するドットや、逆に常時消灯するドットが生じる。また、 カラーフィルター基板の不良が原因の場合には、色抜けのドットや常時消灯するドットが生じる。TFT 液晶パネルのアレイ基板では、各画素には TFT が配置されており、全画素の TFT が、設計通り動作して初めて全くドット落ちのない、表示が得られる。この TFT 一つ一つは、数マイクロメートル四方程度の微細なものである。この TFT を含む、 アレイ基板を製造するには、金属等の薄膜の静膜工程や膜をパターン化する工程が利用され、アレイ基板を完成させるまでに、パターン化工程だけで数回、その前後の静膜工程等まで含めると、数十工程が必要となる。同様に、カラーフィルター基板も、赤緑、青の各色の透過フィルタや、遮光のためのブラックマトリクスが形成され、その完成には、 数十程度の工程数が必要となる。これらの工程では基盤に残存している表面血管や各工程におけるエアフロー中の地理、装置からの微細な発人、静膜中の異物、薬液中の異物等の雑多な原因により各種のパターンの不良や膜の不良を生じ、これらの不良がガソに影響を与えた場合にドット落ちが生じる。場合によっては、 スーオングストロームというサイズの異物でもドット落ちにつながる。そして何より影響が大きいのが液晶パネルの大きさそのものから生じる難しさである。大型液晶では小型液晶よりもぶどまりが非常に悪くなる。説明のための一例として 30cm 四方の基板で液晶パネルを2つ製造する大型液晶と20個製造する小型液晶とを比較する。 この場合に不良につながる一つの粉塵がそれぞれの基板に付着することを考える。すると、大型液晶は1パネルだけ良品になるのに対し、小型液晶は19パネルが良品になる。従って、ぶどまりは大型液晶が50%、小型液晶が95%となる。このようにドット落ちの技術的な背景に液晶パネルなどの製品の物理的な 大きさそのものが大きく影響している。このため、特にサイズの大きな液晶パネルにおいて、ドット落ちや微物混入を完全に除去するのは、現在の最高水準にあるクリーンルームをもってすら不可能とされ、現実的な対処として、事後的な不良ドットの除去や許容基準を定めた出荷時の製品の選別が行われている。実際の製品中のドット落ちは、 例えば、1画面あたり数個程度のドット落ちを液晶パネルに含む製品が、良品の範疇として出荷され、我々が目にするものである場合がほとんどである。ただし、メーカーごとに検査基準は異なるため、この数のみで、ユーザーが不良品と判断することは難しい。このような製品が出荷されるのは、まず、液晶パネルに含まれる、数十万数百万画素のうちの、 ごくわずかの画素がドット抜けであったとしても、ライン上の不良や極端な表示村と異なり、実用上は何ら問題ない場合が多いためである。そして、ごくわずかのドット落ちを容認することにより、TFT 液晶パネルモジュールのコストが大幅に下げられるためでもある。特に後者については、全くドット落ちを含まない TFT 液晶パネルモジュールのみを出荷しようとすると、 不良品となるリーツが高くなる。これらの理由により、メーカーは一定基準内のドット落ちを含んだパネルや製品を出荷しているのが実情である。そして、そのようにして、良品の範疇として出荷されたパネルの正常な範疇とされて、ユーザーの目に留まることになる。プロ用とな内しはその手前と呼べるようなハイエンドの製品では、 検査が厳しくなるためドット落ちを含む製品は一般の製品よりは少なくなることもある。表示領域の目立つ箇所にドット落ちがある製品はユーザーのドット落ちに対する許容範囲に個人差はあるがメーカー仕様とはいえ購入する側にはそれで満足できないこともある。またドット落ちの箇所とディスプレイに映す映像内容によってはドット落ちが大きく目立ってしまうこともある。 例えば、テレビ放送のように常に画面全体で動画表示されているものや、液晶テレビ等では視聴の際ディスプレイから離れて見るために気にならなくても、PC ディスプレイのように接近して注視するもの、静止画を表示するもの、携帯電話のように小さくて低解像度のものでは一つのドット落ちでも気になる場合もある。したがって、パネルメーカーとセットメーカーとの間では、コスト、 製品の性質、ユーザー層等を勘案し、ドット落ちについて詳細な取り決めを定めている。実際の出荷基準は、ドット落ちの種類、位置、および色を定めて、それぞれの許容数が決められ、さらに複数ある場合には、ドット落ちの互いの距離などの詳細にわたって、定められている。なお、当然のことながら、パネルメーカーは、品質向上を目指し、ドット落ちゼロに向けた、 品質管理や各種技術開発を行っている。例としては、完成後の検査によって不良パネルの流出を防止することはもちろん、液晶の表示方式を不良が目立ちにくいものにすること、製造工程中にされる検査の結果に基づいて、ドット落ちを製造途中で補正、修正するリペア工程を導入すること、セットメーカーや消費者の手に渡った後に、 ドット落ちが増加することを防止するため一定度のエイジング処理を施す等がある。ありがとうございます。